ことぶきみなことパンパンマジことぶきということで、実はですね、今はもう元気の元気だからこそ言える、実はイギリスで風邪をひいておりました。もうね、本当に最初はあれちょっと体調様子おかしいなと思ってね、すっごい不安な気持ちで、イギリスはね、以前動画でもご紹介させてもらいましたが、無料で簡易検査キットが、新型コロナウイルスの対策のためにね、政府から無料で配られているものがありますので、あちらを2回テストいたしまして、そして、PCR 検査も以前動画でやったやつ、はい、郵送して PCR 検査出して、即日検査結果が返ってくるっていうやつをね、やって全部が陰性だったということで、これは正真正銘の風邪やなと、はい、思ったことがありました。で、本当に今は元気なのでご安心ください。で、その時はですね、症状としては本当に、喉の奥がちょっと、意外がするなっていうところから、薬を飲んでいくことによって、だんだん、体が治ろうとしてね、熱が上がってきたりとか、あったんですけど、そしてちょっと鼻声になったりとか、咳が出るようになったりとかっていうので、なんだかんだ結構ね、地味に辛い時期っていうのが実はあったんです。で、それに伴ってね、私は本当にこの1年半のイギリス生活の中で、全然病院にも行ったこともなかったし、こう薬局で薬とかはもちろん見たことあるんだけど、必要があんまなかったから、一応パラセタモールっていうね、新型コロナウイルスに対策のワクチンを打つ時にも、これを飲んでたら熱、出た時もすぐ下がるからっていう、そんな、日本でいうとこのバファリン的な、はい、そういったものをね、常備はもちろんしてるんだけど、そんなね、急ぎ、ゲットしなくてはいけないっていう状況になったことがなかったんですね。なので今回、風邪になったことによって発見したこと、気づいたこと、そのお話をしたいと思います。マジことぶき。いやね、本当にね、風邪という風邪をもう全然引いてなかったので、ちょっと正直びっくりしたところはあったんですけども、イギリス的に見ても結構風邪引きさんが多かった時期みたいです。というのもね、やっぱイギリスは9月始まりなので、新学期を迎えたりとか新生活を始めるっていう方が結構多いので、緊張してね、気を張り詰めて、ちょっと体調崩しちゃうっていう方が多かった中で、どこかで私も風邪をもらったのかななんて、想像しております。で、私は日本だったらね、やっぱり、様子おかしいってなったら、とりあえず病院へゴーみたいな感じで行ってたところがですよ。イギリスに来てから本当にそういったことがなかったので、まずはどうしようってなったんですけども、基本的にイギリスはですね、国民が NHS、このよくね、YouTube の中でも話してるんですけど、国民保険サービスみたいなのに入っていて、それに入っていれば、無料で診察をしていただけるんですね。もちろんそれぞれね、かかるものはあるんですけど、そのプライベート GP って呼ばれるところではない限りは、基本的にはそうやって NHS の管理下で、見ていただけるっていうことがあるらしいんです。で、私自身それにかかったこともなかったし、実際、多分時と場合によると思うんですけど、その GP に、NHS のこのサービスを使って、診療してほしいから、風邪だから行くってなっても、予約が全然取れないらしくって、すぐ見てもらえる場合もあるのかもですけども、基本的には全部予約制なんですね。なので、予約していくと、本当に、時々、1ヶ月後とか、はい、びっくりするぐらい予約がいっぱいで、1ヶ月後にどうぞって言われたら、もう風邪なんて治ってるよっていうね、感じになったりするから、風邪をひいて病院に行くっていうことがないみたいですね。で、プラス、こちらの、薬局とか見ると面白いんですけど、基本的にはこの、風邪をひいた時、コールド、はい、風邪になった時、はい、インフルのフルですね。フルになった時用の薬っていうのが全部、薬局で売られてるんですね。なので、風邪用とインフル用の薬が基本的に同じに
売られてるっていうところが、まあ日本とはちょっと違うところなのかなと思います。でもちろんそのファーマシーに行って薬局でこの薬どうなのみたいな質問は薬剤師さんにできるんですけど、別に聞かずとも処方箋とかなくても自分でいつものこれを買おうって言ってレジに並んでお会計ができるっていうのが、まあイギリススタイルなので、基本的にはインフルエンザになってもその薬局で買える薬で解決するっていう感じなので、今回もホストファミリーに言っても基本的にはやっぱおすすめされたのはレムシップっていうやつを最初私はおすすめされました。で、周りのお友達からも結構レムシップっていう風にねおすすめされたので、こちら粉状でね水に溶かして飲むタイプもあったりとか、あとはカプセルタイプになってるもの、錠剤だったりとか、まあ、いろんなタイプがあるんですけど、私はカプセルにしました。で、水に溶かすやつだとレモン味とかあって結構飲みやすいって言って好きというか悪くないなって思って、飲まれる方も多いみたいです。レムシップが順調に効いたのか、次はこうね、鼻の方にちょっと来たから、違う、鼻の薬を次、結構ね、それが、私的には、よく効いてるな、みたいな感じがあったんですよ。特に点鼻薬。これがね、私日本でも点鼻薬はもちろんちょっとね鼻声になっちゃったとかっていう時のために病院とかでいただいたやつを使ってたりとかするんですけど、久々に使ったから効果が出やすかった、効果は抜群だみたいな状態だったのかもしれないんですけど、すごいねその点鼻薬が結構良かったかなって。あとまあその飲み薬も結構効きが良かった印象でしたね。マジことぶき。改めてね、何でしょう、私も今回のね体調を崩したことによってご迷惑をおかけしてしまった方々もいたので申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、もう途中からやっぱメンタルとか風邪をひいたらさちょっとね弱気になるじゃないですか、だからうーってなりそうなところも、ちょっとそのね薬局に行っていろんな薬を見てるときに、変な話、まあ私風邪ひかなかったらこの薬を見ることもなくイギリスを去ってたかもしれないんだなって思うようにして、ちょっとね興味ある薬は片っ端からなんて書いてあるかとかを調べたりとかちょっとねして勉強もしてっていうことができた、まあそういう意味ではただじゃ風邪をひかないぞっていうところで、はい、本当に辛いのもあるし迷惑もかけたくないしっていうのもあるから、風邪をひかないに越したことはないんですけれども、それをせっかくだったらチャンスにというかね変えるべく薬局に行った時にいろいろな薬を見て、風邪ひかなかったらこれを飲むこともなかったしと思って自分でこうねいろいろ試すことができたっていうのも、まあ一つの経験になったかなというふうに思ったので、こうやって動画を撮らせてもらって、もしもまたねイギリスにいらっしゃる際にちょっと喉おかしいなとか思ったら、もう気軽にファーマシーに行って、ぜひともちょっとわからない単語があっても、今だったらね携帯で世の中便利だから携帯で調べながら、これこういう薬なのかなとか、もちろん薬剤師の方もいらっしゃるから聞いてもいいし、別にね薬局じゃなくてもそれこそパラセタモールとかレムシップとかは普通のウェイトローズとかスーパーでも売られてますので、気軽にねちょっと体調おかしいかもって思ってとか、そうじゃなくても常備薬としてゲットしておくっていうのはいいかもしれないなっていうふうに思ったので、ちょっとした参考になればなと思ってお話をさせてもらいました。とにもかくにも皆様お元気でお過ごしください。私も引き続き今とっても元気なのでご安心ください。はい、ということで今回はこの辺で、ことぶきんなとのパンパンマジことぶきでした。バイバーイ。